はようございます。もうやだよ早い。どうした今日？今日なんかもう全然元気ないなこの人。やだよ。見てこのおじいちゃん。おじいちゃんやだよもう。今日ね、やめろよ、撮るなよもう。いや暑いね。ちょっと困っちゃうんだよこんなのさ、朝から。ケンちゃん、最新ニュース言ってあげようか。うん、ね、梅雨明けました。あらーす。朝の、9時過ぎ、はい、気温すでに、ま、車のね計算で32度です。やだよもう。ありがとうございます。もうやだよ、帰りたいよ。もうさ、今日もほらおじさんぽシリーズ。おじさんぽなの？うん、今日はさ、うん、この後ろにあるけどアンダーアーマーね、アンダーアーマーベースボールクラブっていうのが、なるほど、なんですけど、まあ大体ね、このねおじさんぽじゃないけど3人の時ってクソ暑いんだよね。うん、それが基本。やめようか、もう。でね、どうしたの今日？なんでそんなにだるそうなの？今日は、うん、昨日ソフトボールだった。あ、出た。今もうだから両足が動かない。そっか、この間フロンタウン行ったじゃん。はい。フットサルやらないって言ったじゃん。うん。ね、やっぱもうソフトボール界のエースだから、うん、ダメなの怪我しちゃうからね。そうそうそう。フットサルとかやったらね。まず隣が久慈ゴルフって言ってね、ここゴルフ練習場がございます、うん、その横にございますこのアンダーアーマーベースボールクラブ。タイトルどっか書いてないの？まあ、ジンさんここ来て。ジンさんほら、こういう施設なんか2階まであるらしいんで、ちょっとね、よし、じゃあ今日も楽しく行ってみましょう。レッツゴー。アンダーアーマーベースボールハウスの牛久さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ここの施設はどれぐらい前から？2012年の4月オープンなので、ちょうど今10年目だ。はい、10年目。おめでとうございます。おめでとうございます。牛久さんは、その10年前からこちらで。いえ、自分はちょうど今1年半。1年半。若手のホープってことですね、じゃあね。そうですね。そうですね。はい、まだ1年半ですから。そうか。何かスポーツやられてたんですか？自分もずっと野球をやってたので。野球を、はい。じゃあちょっと甲子園あたりを。いやいや。甲子園あたりで。3回戦までです。甲子園あたりで。ここはじゃあ施設としては、今ここをね、見ていただいたら分かりますよ。ショップ。グッズのショップがあるんですけど、どういった施設になるんですか、ここは？トレーニングウェアとゴルフウェアがあって、はい、あとはバッティングセンターが一番メインになってまして、あとは2階に野球用品の専門のお店があるので。なるほど、はい、じゃあちょっとまずショップの方からちょっと見せていただきましょうか。はい、ここは何ですか？ゴルフ用品といったゴルフラインナップ、ゴルフがこの壁側、はい、はい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 、ここのポロシャツ、このマネキンが着てるものとかがゴルフ。なるほど、はい、もうこのマネキンがアンダーアーマーっぽいんだよね。このムッキムキのマネキン、アンダーアーマーってこういるよね、よくね。こういうね、ほら着てみたらさ、全然違うんだよね、うん、見てほら僕の方が日焼けしてますよね。そういうことじゃない。僕の方が日焼けしてます。彼はほらグレーだからね。ケンちゃんあれじゃん、もうアンダーアーマー大好きでしょ。そうだ、俺も大体野球用品アンダーアーマー。そう、彼はね野球やってね、ソフトボールで今日筋肉痛なんですよ。そうやばいんですよ。アンダーアーマーでね、やらせてもらってます。どんな商品が売れ筋なんですか今？今はやっぱりトレーニングとかですと、はい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 、うちの壁側の方、ここがウェアとしてはベースボール用のウェアになるので。なるほど、はい、ここがやはり一番今人気、売れてると、はい、人気のベースボール用なのって、こういう、あ、セール中じゃないですか、 30% オフで。そうです、ちょうど今始まったクリアランスが、ね、始まってんの、うん。アンダーアーマーってもともとアメリカだっけ？そうですね、アメリカのブランドでしたっけ、はい、なんかね、昔ね、ハワイとかに旅行行ったらね、日本にいないからアンダーアーマー買ってこうぜみたいな
そんな時代が、ね、そうですね、ありましたよね。あれ牛久さんおいくつですか？今26です。若っ。一緒にするね。若っ。一緒にするつもりはない。アンダーマーと共に育ってるようなもんでしょうよ。だってそっか、もうだって学生の頃とかもありましたもんね。そうです ね少年野球の初めに。少年野球からアンダーマー。俺らの時なんかね。何何何ミスの Z だよ。 Z だね。 Z 世代だ。 Z 世代、今風なこと言うねこの人。 Z 世代だってやるんですよ。はい、これもちょっと今ロゴ切れかけてるんですけど。おいいよ、さっきより軽いよこれ。いいね、アンダーマーの。うん、構えがゴルフだよそれ。じゃゴルフの方よそれ。ちょっといきますよ。はい、かっこいいよね。サインこのサイン、これこのマーク。そう、すごくかっこいい。はい、こちらでメダル購入して、メダルを購入して、はいはい、いきますってことですね。あとこの上に球速が出てるので、はい、右打ち左打ちで入っていただいて、はい、まあ、ケンちゃんはまあね140キロぐらいいけると思う。ケンちゃん140キロぐらいでしょ。スピード違反だよ。140キロのブースがあるんだから。やってやるか、ね、うん、あすごい、なんか動物園みたいな。うわびっくりした。すごい、うわ早い。当たるね。いやだ、当たるんだよ大体みんな。大体みんな当たるもんなんじゃないですかこれ。140は結構、140は、はいはいはい、まあ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 、いきます。おい、はい、そうなの、俺左なのよ、うん、これ早すぎないこれ。今結構当たると思って振った今。ほら、おーし、いいね。牛久さん、はい、当たらないもんですよね。やっぱ140見ちゃったやつだから、ほら、おお、これ行くんじゃないのホームラン。あ、惜しい。あそこね。すごい、惜しい。これ面白い。え？面白いよ。ねえ。てちょっと球速変えてみますか。100。あ、じゃあやめてください。もう遅すぎますよケンちゃんには。こんな変えれるよ。うまいねやっぱ芯に当てるのが。危ない。やだ、マスクして。うわうまい今の。ああいうのうまい。マスク取っとけばいい。まだ遅い。もうちょっと早くなるんですかね牛久さん。あ、これがマックスです。マックス。はい。やっぱり140だったね。140多分俺じゃなかったんだよ。やるの。なんでお前がやるの？だって普通にだって当たるじゃん。当たるよ。140だって当たるよ。140やってみるよじゃあ。当たるよ当たるよって。俺だって当たるよと思ってやってんだよ。そうか、ちょっとジンさん。2階。2階がね、いいんですよ。130あるからちょうどいいんじゃない130で。このなんかバッティングセンターで2階建てって少なくないですか。そうですね。ですよね、はい、バッティングセンターってあんまないよね、はい、こっちに来た時は1階建てだったんですけど。あ、あとから増設したんですか、これ。リニューアルして2階建て。すごっ。
ほら、ジンさん見て、こっからのこれ。これだったらなんかホームラン当たりそうじゃないですか。あそこ、さっきの100から。だから140当たんないって、ケンちゃん絶対。お全然遅れてるな。あれ前に飛ばない。ほらほらほら、うわやばいやばいやばい。それじゃあ気持ちよさぞこれ。大丈夫？確認した？確認した。もうしょうがないな、もう応援しないと。おお怖いのよ、ここの場所が。おお、当たってきたよ。来た。まだあるんじゃない、あと5球ぐらいあるんじゃないの。やばいよ。おお当たってきた。頑張れ頑張れ。あ、痛い。これで気をつけないとね、もうダメだよね、こういうことだったらね。ほら、ほらすごい。今のは良かったよ。いやー、惜しい、今のも。行こう行こう。うわー、頑張れ頑張れ。切れてるよ切れてるよ。いいよ、切れてる切れてる。よいしょ、オッケーオッケー。いいよいいよ、頑張れ。うおら、当たってきてんじゃん。130ってなかなか軟式でね、うん、ない、出すしかない。おお、でも当たってんじゃん。終わった。しんどい。うん、ダメだな。ダメだな、ケンちゃん。ダメだな、しょうがないよ。でもね、いきなりね来てこうやってやらせてもらってるんだから。いやー、ありがとうございました。ありがとうございます。あれ、これは1回でいくらで何球なんですか。1回300円で25球。300円で25球、はい、ですって。野球経験者のケンちゃんでもエスクさんでもあのホームラン当てられなかったんで、ぜひね当てちゃってくださいよ。当たらない、あれは当たらねえよ。きつい。見て、もうこのおじさんのこのね、今この人50球打ちましたから。もうゴルフ練習場行ってでさえそんな打たないんですから、この人。それがこんだけ打って、ね、あ、じゃあちょっとここでお聞きしますけど、営業時間は。営業時間10時から20時までですね、はい、10時から20時まで、はい、ショップもこちらも一緒。そうですね、一緒で、はい、ということですので、皆さんぜひ、まあ、ちょっとね、今暑い時期なんで、こういうここクーラーガンガンかかってますんで、でそこも日陰ですので、ぜひ体力作りにベースボールハウスはいかがでしょうかということで。何その攻め方。下手くそ。いや、いいと思うよ。朝一にわざわざすいません、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、アンダーハマーベースボールハウスですね。ハウス、ハウスでした。いや、汗かくよこれね。皆さん、本日もフラットさんが行くご視聴ありがとうございます。いいな、面白かったなと思う方、ぜひぜひ高評価、そしてこちらのボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。おい、バカ野郎、この野郎、ちゃんとチャンネル登録してんのか、この野郎。また来週も見てくれよな。